3、自衛隊と住民基本台帳。自衛隊が募集案内の送付にあたって、来年度から岡山市は自衛隊の要請に応じて、住民基本台帳から18歳と22歳になる年齢の若者の氏名と住所を性別にかかわらず、宛名シールに出して自衛隊に提供します。人数は約1万4300人です。これまでは住民基本台帳の閲覧、そして書き写しでした。岡山市のホームページによると、全国1747市町村のうち、700を超える市町村が紙または電子データで提供しているとあり、逆に言うと、1000の市町村は出していないということです。岡山市は宛名シールでの提出を義務と理解しているのですが、義務ならなぜ多くの自治体が紙または電子データでの提出をしていないと考えられますか。自衛隊法施行令の必要な報告または資料の提出を求めることができる規定による安定なシールでの個人情報の提供はできません。個人情報を自衛隊に提供することは市議会が決定したのかと聞かれました。岡山市はどこで決定をしたのですか。福岡市は審議会に名簿提供を図り、市の方針を議会の委員会に報告をしています。なぜ議会に報告をしなかったのですか。なぜ単なる紙媒体ではなく宛名シールなのですか。費用はいくらですか。名簿提供にあたって募集対象者情報の取り扱いに関する書類を自衛隊と取り交わすという部活議会の答弁でした。福岡市の募集対象者情報の取り扱いに関する協定を見ると、目的外利用の禁止、不使用及び第三者提供の禁止、委託の禁止、募集対象者情報の不規制な管理、本業務、官業の取り扱い、協定の有効期限などの項目がありますが、岡山市も少なくともこれら項目で取り交わすべきだと考えますが、どうですか。2月19日から4月15日まで、除外申請の受付中です。岡山市の広報は、私が参見する限り、市民の広場岡山3月号と岡山市ホームページです。現時点で何人が申請をしていますか。18歳、22歳の若者当事者のどのくらいが市民の広場岡山でこの記事を読むと思いますか。ホームページは知らないと見つけることができない、広報とは言えないものです。少なくともトップページに掲載をして広報すべきではないですか。今年度の自衛隊名簿から除外申請をした福岡市を見ると、市の広報誌ホームページのほかに、まず報道発表を行っています。報道発表はマスコミによる報道で広報につながります。公式ツイッターで知らせ、大学と高校にポスターとチラシを配布しています。名前と住所という人権に大きく関わる個人情報を提供するのですから、ダイレクトメールなどで対象者全員に直接知らせるべきではありませんか。少なくとも福岡市が行った広報は行うべきではありませんか。SNS は岡山市が持っている全てで行うべきではないですか。名簿除外申請を行ったという情報も大切な個人情報です。外に漏れることがあってはいけません。どのように扱いますか。市民生活局長。市民生活局長です。大きな3番、自衛隊と住民基本台帳の項。まず、情報提供についての考え方です。自衛官募集事務は、法定受託事務として、市町村の事務に位置づけられており、自衛隊法第97条第1項、および自衛隊法施行令第120条の規定により、自衛官および自衛官候補生の募集に関し、必要な資料として、住所、氏名、生年月日、性別の4情報を提供することは、住民基本台帳法も法上も問題ないとされております。なお各自治体の状況を詳細には承知しておりませんが、解釈の差異を生まないよう当該事務に必要な情報の提供に関し、本年2月5日付で防衛省および総務省から改めて通知が発出されたところです。次に、情報提供をすることの決定、議会への報告、宛名シールにした理由などについてお答えします。自衛隊への個人情報の提供は、岡山市として決定したものですが、その考え方については、本会議でもこれまでにお示ししてまいりました。また、
関しては個別法で定めがあり、岡山市個人情報保護条例上外部提供禁止の例外に当たることから審議会での審議は不要と考えております。一方、個人情報に関しては慎重な取り扱いが求められることから自衛隊に用途を問い合わせ、ダイレクトメールの送付に使用することを確認しております。その上で送付に必要な最小限の情報である住所・氏名の未情報に限定し、あえて他の用途に使用できないよう当てなシールとしたものです。なお、当該事業にかかる費用は当てなシール代8万円程度です。次に自衛隊と交わす覚書についてお答えします。令和3年2月に自衛隊岡山地方協力本部との間で取り交わした覚書では、目的外使用の禁止、複写・複製の禁止、第三者への提供の禁止、委託の禁止、個人情報の適正な管理、業務完了後の取り扱い、有効期限等を定めております。次に除外申請受付の方法についてお答えいたします。3月5日時点の申請数は0件です。ホームページでは探しやすいようトップページにある暮らしの情報のトピックスに掲載しております。紙媒体としての広報誌とデジタル媒体としてのホームページに加え、前回の本会議での質疑について地元市でも取り上げられており、本件についての広報はできているものと考えております。除外申請の個人情報の取り扱いについてです。除外申請された方については、宛名ラベルの作成前にリストから除くため自衛隊が知ることはありません。また除外申請にかかる個人情報は他の個人情報と同様に厳重に扱います。現時点で除外申請者がゼロということで候補が十分でないのではというご指摘だと思います。広報誌の方へ、きちんと載せておりまして、広報誌というのは市の、一番、市民にお知らせしたい情報を載せる、最も有力な手段だと思っておりますので、そちらで、情報提供しておりますので、現時点では十分だと考えております。そして若い人に向けてということですが、SNS で、その方たちに本当に届くのかというところも少し、見せて考えたいと思います。まだすいませんが、広報誌で十分だとは思っております。それから、もう一点、義務化というお尋ねだったと思います。法定受託事務という意味合いは当然市が行う事務だと、理解しておりますので、当然に行う事務であるというお答えは返させていただきました。